西口、東武百貨店池袋店、メトロポリタンク近く車の駅の位置関係池袋駅は、東京都豊島区にある、東日本旅客鉄道、東武鉄道、西武鉄道、東京地下鉄の駅である。山手エリア三大副都心の一つ、池袋に位置するターミナル駅。全体の一日平均の利用者数は、約264万人であり、新宿駅、 渋谷駅に次いで世界第3位の利用者数となっている。各社内の駅の中では JR 東日本は新宿駅に次ぐ第2位、東部、西部、東京メトロは第1位の乗客数である。東京都北西部や埼玉県方面の郊外のベッドタウンを結ぶ JR や私鉄路線と池袋駅から都心方面に伸びる山手線や 複数の地下鉄路線が結集しており、多くの通勤、通学客が郊外から都心方面への乗り換えで当駅を利用する。その鉄道交通の利便性の高さから、当駅周辺には多くの百貨店やファッションビルといった商業施設、多数の飲食店が密集しており、東京でも有数の大規模な繁華街、観楽街が形成されている。 以下の4社8路線が乗り入れる巨大ターミナル駅となっている。各路線ごとに駅番号が付与されている。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は山手線と赤羽線の2路線であり、山手線を所属線としており、赤羽線は当駅が起点となっている。また、特定特殊ない制度における、 東京都区内及び東京山手線内に属している。一般列車の運転系統としては次の3系統が停車し、旅客案内では以下の系統名称で案内されている。埼京線と湘南新宿ラインの当駅、大崎駅間は同一線路を使用し、並行ダイヤで運転される。JR の特急列車は全て湘南新宿ラインと同じルートを経由して、 東駅に乗り入れており、新宿駅起点で、東北本線を経由して、東武日光線へ直通する、日光、スペーシア日光、鬼怒川、スペーシア鬼怒川のほか高崎線に直通する、赤城の新宿駅発着系統、東海道本線に直通する、踊り子の東駅発着系統、総武本線、成田線経由で、成田空港駅へ向かう特急、 成田エクスプレスの大宮駅発着系統が停車する。東京メトロは、丸の内線、有楽町線、福都新線の3路線が乗り入れている。有楽町線と福都新線の小竹向原駅、和光市駅方面の列車は、東武東上線と西武有楽町線、西武池袋線と直通運転しており、副都心線の渋谷駅、 横浜駅方面の列車は、東急東横線と港未来線と直通運転を、行っている。両線は東駅伊勢和光市駅方面は、運賃計算上同一路線扱い、新木場駅、渋谷駅方面は、運賃計算上東駅で分岐する。明治期の池袋駅池袋駅周辺の、白黒空中写真国道交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1885年の日本鉄道品川線開業時には、当地は純然たる農村部であり駅は設置されなかった。その後目白駅と田畑駅を短絡する豊島線が計画されるが、目白駅は地形から将来的な拡張に支障が予想されたため、池袋駅を設けて接続するように変更された。 1960年頃の池袋駅線路が南北方向に通っているのは東側から順に西部池袋線、JR 山手貨物線、JR 赤羽線、JR 山手線、東武東上線である。これらのホームの東側に西部池袋本店、パルコ、無印良品、ビッグカメラ、池袋本店が、そして西側に 東部百貨店とメトロポリタンプラザがある。ここから東側に伸びているのが東京メトロ丸の内線。これにクロスする形で線路が東西方向に伸びているのは東京メトロ有楽町線、副都心線である。これらの駅構造物と各百貨店及び東西の商店街、文化施設は地下の構内自由通路によって結ばれている。なお、駅の北側にも 地下通路が設置されている。島式ホーム4面8線を有する地上駅。山手線、埼京線、湘南新宿ラインの3路線が乗り入れており、東側の2面4線を、埼京線、湘南新宿ラインに、西側の2面4線を、山手線にそれぞれ割り当てている。なお、東部日光線直通特急、日光、絹川は、 湘南新宿ラインのホームから発着する。最強線、湘南新宿ラインは、方面別に、同一ホームにあり、利用者はどちらかの線区の車両で先に出発する、列車を選んで乗車することができる。1980年代以降、乗り入れ路線の増加と運行区間の拡充に合わせて、ホームの増設や、配線の変更を繰り返してきた。詳細は、日本鉄道。 国鉄、JR 線ホームの変線の項を参照。改札口は5箇所あり、北口、中央北口、中央南口、南口は当駅を東西に結ぶ3本の地下道と直結している。メトロポリタン口は目白寄りの湖線橋に併設されているが、西口のみにつながっており、東口にはアクセスできない。ホームと改札外を結ぶエスカレーターとエレベーターは、 中央南口から南口の改札内にある。ただし北口改札及びメトロポリタン口改札方面の階段及び周辺には設置されていない。直営駅であり管理駅として目白駅を管理下に置いている。乗り場その他方面案内にない列車はそれぞれ以下のホームより発着する。発車メロディ2.46番線は 日本電話と1.35.78番線は定築製作のメロディを使用している。尾行配線図日本鉄道、国鉄、JR 線ホームの変遷1983年頃から2004年までに、当駅のホームの使用状況が著しく変化した。ここで開業から現在までの経過をまとめる。尾行貨物着発線1983年以前。 現在の1から4番線の場所には、多数の貨物着発線が存在していた。それらは、西部側から、仕分け8から1番線、山手貨物線上り2から1、本線、山手貨物線上り本線、山手貨物線下り本線、赤羽貨物線下り本線となっており、すでにこの頃から、山手貨物線と赤羽線はつながっていた。東部百貨店1階に位置する。 東端式ホーム3面3線を有する地上駅で1から5番線があるが、このうち2.3番乗り場と4.5番乗り場の線路は共用である。1983年までは着発線番号が国鉄と続きの5から9番だったが、国鉄の線増設に伴い1から5番に変更された。また、かつては1番線の目白寄り上線に引き乗線2線が設置されていたが、 六両編成までしか入選できないことから、東部百貨店の増築工事の際に廃止された。改札口は、北口、中央北口、中央南口と正面の南口の4カ所。定期券売り場の窓口は、南改札口の2階にあるが、新規、または年度をまたぐ通学定期券を除き、自動券売機でも購入することは可能。 パスも及びスイカの利用駅表示は東武池袋である。かつては、より駅から秩父鉄道秩父本線に乗り入れて三部口駅まで特急の直通運転が行われていたが、秩父鉄道線内の保安装置更新や西武線がより駅まで乗り入れを開始した1992年3月をもって廃止された。駅周辺に 東京芸術劇場などの文化施設があることや、東武鉄道の主催により東上千円線でコンサートを開催していることにちなんで、2015年6月14日から発車メロディにクラシック音楽を採用している。番線ごとに異なる曲目が使用されており、1.2番線がモーツァルトのディベルティメント系136より第一、楽章、アレグロ。 3.4番線が、モーツァルトのアイネクライネ・ナハト・ムジークより、第3楽章、メヌエット。5番線が、ベートーベンの公共曲第6番、田園より第1楽章、アレグロマ・ノントロッポである。いずれもクラシック音楽の流麗なイメージを損なわないために、アレンジ等は行わず、原曲に近い形のメロディとなっている。 2015年6月13日以前の発車メロディは1.2番線がパッセンジャー、3.4番線がメモリア、5番線がジジロー20で、2008年6月14日以前は全ホームでパッセンジャーのエンドレスバージョンが使用されていた。2008年春から約1年間、コンコースのリニューアル工事を行った。3つの改札口にゾーンカラーを設定するとともに、 案内カウンターを南改札口、中央口1、北改札口に新設したほか、中央口には、エレベーターと JR 乗り換え改札口も新設した。2008年6月14日のダイヤ改正によって、以前終日降車専用ホームとして扱われてきた5番線が、TJ ライナー発車ホームとしての機能も持つようになり、南口、 中央口に付近に着席整理券の自動券売機が設置されており、当日初電から発車間際まで発売している。2017年に発表された東武鉄道の中期経営計画では、西口の再開発事業と合わせて3面3線から2面4線への拡張が計画されている。東武池袋駅管区として、東駅成増駅間の各駅を 統括管理している。乗り場配線図東端式ホーム4面4線を有する、地上駅で、1から7番及び特急専用ホームを持ち、西武池袋本店1階の一部を占める。西武鉄道最東端の駅である。北端に、地上改札口、地下1階に、JR 線連絡通路への地下改札口。 および一番ホーム南端の西部南口改札の3カ所の出口がある。2から7番ホームには地下コンコースへのエスカレーターがある。1番ホームはエレベーターがあり、地下コンコースから段差なしで地表を結ぶバリアフリールートで車椅子やストレッチャーで利用しやすい。2004年に校内南側を一括して覆う屋根が設置され、 さらに一番ホームの延長工事を受けた2006年3月のダイヤ改正で全ホームが重量編成に対応しダイヤ編成の自由度が確保された。もっとも乗客にとっては乗りたい列車種別がホーム固定されなくなるデメリットも生じた。なお特急ホームは西武池袋線の東端支店に当たるが0キロポストは設置されていない。 7番ホームの延長線上にあり、入り出線時に7番ホームを通過する必要がある。かつては専用改札が設置されていたが、2015年に撤去され、出入り自由となった。かつては7両編成まで対応していたが、2019年3月16日ダイヤ改正で、運転を開始した0 0 1系、ラビューは8両編成であるため、若干7番ホームにはみ出して停車する。 それに伴い特急ホームの第4条内信号機及び第1出発信号機の位置を1両分反応型にずらしたため車種に関係なく特急電車が特急ホームに停車している間は7番ホームには8両編成までの列車しか停車できないこのため2018年冬に7番ホームへ停車する8両編成の列車は シーナ町側及び特急ホーム側の約20メートル分を開けて停車させる形態となった。パスも及びスイカの利用駅表示は西部池袋である。なお、駅名表を含む案内標識は当駅独自のものが長らく使用されていたが、2010年代より新標準タイプへの更新が進められた。新駅名表は2011年に、 地上改札口側が柱の耐震工事の際に柱を覆う形で取り付けられ2013年に椎名町よりが従来タイプの枠をそのままに中身を交換する形で更新された2017年2月には長らく未更新だったホームの番数表示と特急ホームの駅名表が更新されたびっくりガードの先東駅と椎名町駅の間で JR 線をオーバークロスする山手湖線橋は2001年から掛け替え工事を行い2007年に完了した。これに合わせて JR 線の目白寄りにエレベーターを併設した稼働橋が新設されている。管区町駅長配置駅であり池袋駅管区として池袋駅東長崎駅間の各駅を管理している。乗り場1.2番ホーム。 3.4番ホーム、5.6番ホーム、7番ホーム、特急専用ホームは、それぞれ同じ線路を共用しており、接するホームによって番号が異なる。廃線図尾光丸の内線、有楽町線、福都新線の3路線が乗り入れている。各線の乗り場は、独立しているが、乗り場の番号は、開業順に通しで付けられている。 丸の内線の駅と福都新線の駅を改札内で連絡する通路が設けられている。これにより両線は改札内で乗り換えが可能であるが、有楽町線との乗り換えは改札外に出る必要がある。このことから、金目町伊勢丸の内線新大使街等の移動には福都新線を利用した方が便は良い。なお、 丸の内線と副都心線の連絡通路は24時15分に閉鎖され、それ以降は中央通路各改札と西通路各改札間の改札外乗り換えとなる。有楽町線と副都心線相互間については、金目町駅伊勢東池袋駅伊東、雑司ヶ谷駅以南と東駅を通過する場合でも、東駅で事実上の途中下車ができる。東京メトロでは、 2005年度以降新しい案内、サインシステムを導入し、駅構内の案内表示を順次交換してきたが、当駅に関しては、福都新線の開業に合わせて、更新を行うこととなっていたため、同線開業直前の2008年6月上旬まで、英断様式の案内表示が残っていた。2009年3月26日、福都新線コンコースに、 駅構内商業施設のエチカ池袋が部分開業した。エチカの開業は表参道駅のエチカ表参道に次いで2カ所目である。同年11月27日には有楽町線コンコースにもエチカ池袋が拡大開業し、さらに西口には商業施設のエソラ池袋も開業した。駅務管区所在駅であり、池袋駅。 つトム管区として、池袋地域、東池袋地域、小竹向原地域を管理する。丸の内線丸の内線の起点で、東端式ホーム一面二線を有する地下駅である。ホームは東駅東西を地下で結ぶ、中央連絡通路の直下に位置している。ホーム西端、中央、東端の三つの改札にそれぞれホームへの連絡階段が設置され、 東端にはエスカレーターが、西端にはエレベーターも併設されている。東端の改札付近には定期券売り場とトイレがある。開業当時は JR の駅から少し東に離れた新大塚寄りにある相対式ホームの仮設駅で営業していたが、1960年に現在のホームが完成した。ホーム西端にある車止めは、以前は、 改札外への階段の両脇奥に設置されていたが、後に、現在の位置である東側に寄せられた。空いた位置にはしばらく、メトロピアという改札内の売店があったが、現在は閉店し、副都心線の駅との連絡通路となった。その形状や構造は西部への延伸計画があった、名残とも言える。2006年に転落防止策とホームドアが設置された。 1.2番線ともに夜間留置が設定されている。乗り場発車メロディーワンガマン運転開始に伴い、スイッチ制作の発車メロディーが導入されている。曲は1番線が、フランソは2番線が、キラリトレインである。有楽町線地下2階にある、島式ホーム1面2線を有する地下駅である。ホームは東西を地下で結ぶ南連絡通路の直下に位置している。 西寄りと東寄りの二つの改札にそれぞれホームへの連絡階段が設置され、エスカレーターのほか西寄りにはエレベーターも併設されている。西口改札付近には定期券売り場とトイレがある。1974年の開業当初は駅施設の完成が遅れていたため、ホームの和光市寄り100メートルは未完成であり、ホーム中央部は仮壁で仕切られ、 銀座1丁目より100メートルの本ホームと仮想余裕距離を確保する約25メートルの仮設ホームが設けられていた。開業当時は当駅の乗り場も1.2番線と不満されていたが、1994年12月7日の新線池袋駅開業時に丸の内線からの連番である3.4番線に改番された。また、 1980年頃まで一度自動改札機が設置されていたが、技術的な容量不足から撤去された。福都新線開業に合わせて、改札口付近にも発車表が設置されたほか、案内放送も変更された。金目町寄りには Y 字型の折り返し線があり、朝ラッシュ時に当駅始発の列車が使用しているほか、 終列車の一本が、留置線に改装後に、夜間留置され、翌朝の始発列車となる。また、東池袋よりに、両渡り線がある。2009年11月27日、改札外通路に、エチカ池袋が拡大オープンし、同時に、エソラ池袋もオープンした。これに合わせて、コンコースの一部の改装が行われた。 有料座席指定列車 S トレーンは平日ダイヤのみ有楽町線に入線するが当駅は通過する乗り場発車メロディホームドアが稼働開始した2011年2月25日からスイッチ制作の発車メロディを使用している曲は3番線がブライト4番線が OK である副都心線地下4階にある 島式ホーム一面二線を有する地下駅である。ホームは、金目町通り地下にある、西通路の直下に位置している。西寄りと東寄りの二つの改札にそれぞれホームへの、連絡階段、エスカレーター、エレベーターが設置されている。丸の内線との乗り換えは、東駅ホーム東寄りから、改札内連絡通路を、その他の路線との乗り換えは、東寄り改札を利用する。 東京メトロ発足後に新規開業した福都新線の駅で唯一、営団地下鉄時代からのマルサインの乗車口案内、列車接近案内があり、他の福都新線の駅と若干雰囲気が異なる。これは、当駅の2994年12月7日に、有楽町線新線の駅として、先行開業しているためで、その頃からの名残である。なお、新線時代当時、 戦火は、金目町の両駅は、未開業。2009年3月26日、改札外通路に、エチカ池袋が開業した。有料座席指定列車、S トレーンは、土曜、休日ダイヤの三福都新線に入線する。当駅は停車するが、放射扱いのみとなり、本列車には乗車することができない。 乗り場発車メロディ福都新線が開業した2008年6月14日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は5番線が東京シティ、6番線がモーニングステーションである。福都新線開業に向けた駅設備更新開業当初は有楽町線新線の駅として新線池袋駅と呼ばれていたが、 福都新線開業に伴い旅客案内状の故障を新線池袋駅から池袋駅に変更するとともに下記の通り駅設備を更新した。当駅の金目町寄りには新線池袋駅として開業した時から渡り線が設置されている。この渡り線は有楽町先進線時代は常時使用していたが開業後は福都新線と有楽町線、東武東上線。 西武池袋線のいずれかで、ダイヤが大幅に乱れ、池袋渋谷間で折り返し運転を行うときに、使用される非常渡り線となっている。2013年3月16日改正から、当駅終着列車が設定されたものの、線路容量上の関係で、最初の日本は、小竹向原千川駅間の中線に改装後、千川始発の列車で営業運転入りする。 それ以外はすべて小竹向原和光市方面へ直接改装される。なお、2017年3月25日改正時で、日中時間帯にも新宿三丁目駅折り返しを延伸する形で当駅発着、終着列車が設定された。こちらも客扱い終了後は、小竹向原仙川駅間の抽選へ改装されるが、折り返し後は、 戦火は始発ではなく、当駅まで改装してから客扱いを行う。ホーム改装の変遷副都新線開業に向け、ホーム壁面の改装や、ホームドアの設置などが行われた。ホームドアに関しては、2007年12月に設置、2008年4月1日に稼働を開始した。2018年度の各社合計の上校人員は、約268万人であり、 新宿駅、渋谷駅に次ぐ、世界第3位の上行人員である。相互直通運転による通過人員を除いた場合、新宿駅に次ぐ、世界第2位の上行人員である。1992年度をピークに利用客数が一時、減少したものの2015年度以降増加に転じている。2008年6月の東京メトロ副都心線、開業後は、これまで、 JR 東日本、東部、西部の各社の路線を利用していた乗客の一部が、同線に転移したこともあり、3社の乗車人員は、JR の約2.6万人減を最大に合計、約4.4万人ほど減少した。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。東口は、デパートや、 百貨店、電気店、大型繁華街への玄関的立ち位置となる出口である。東口は西部管轄、東口は JR 東日本管轄となっている。東口を囲む駅ビルはパルコ、ロータリー、バス乗り場、タクシー乗り場がある。明治通りが東口駅前を南北に走っている。東口とは別にサンシャイン口が存在し、 サンシャインシティやサンシャイン通りへのアクセスに向く。東口周辺の、主な大型商業施設東口周辺の、公共施設東口周辺の店舗など、東口周辺の病院東口周辺の、ホテルサンシャイン周辺の、主な大型商業施設東口、サンシャイン口周辺の郵便局、銀行東口周辺の学校東口周辺の、 観光名所東口周辺の駅西部口との名が、あった通り、西部池袋線の改札が近くに存在する。西部口を囲むウェッキビルは、西部池袋本店。東池袋、南池袋西口は、東武東上線、東京メトロ副都心線、丸の内線の乗り場が、最も近く、東武百貨店に囲まれている。ロータリー、バス乗り場、タクシー乗り場がある。 西口は JR 東日本管轄、東武管轄の出入り口が共にあり、西口は東武管轄となっている。地下では西口の地上改札付近からさらに西に東京メトロ管轄の西通路が伸び、立教大学付近まで続いている。西池袋西口は東武東上線、JR 北改札を出て北西側に位置する。東武管轄となっている。 出口のすぐ目の前には、中国系の店がおよそ200店舗点在し、ミニ中華街が形成されている。また、西口の繁華街とも隣接しているため、飲食店も数多く存在する。北口の出入り口は、地下街や鉄道各線の改札口へとつながっている。西池袋、池袋、上池袋池袋、池袋本町西部南口は一番ホーム南端に、 JR メトロポリタン口は、ホーム南端連絡橋の上に改札があるが、共に営業時間が限られている。乗り換えには不便であるため、地元住民や、南池袋への通勤、通学客の利用が多い。南池袋東口バス乗り場バス。集積地点としての池袋駅東口は、グリーノー通りと明治通りとの駅前ロータリー及び、東池袋交差点との間。 明治通りバイパスに設置されている。そのため、バスのルートによっては、池袋駅東口バス停を出発後に、池袋駅東口バス停に停車する路線もある。なお、このバス停は、池袋三越の名前を取って、池袋駅東口という名称だったが、三越の閉店を受けて2010年4月に、 池袋駅東口に改称された。西武バス、都営バス、国際工業バス西口バス乗り場東京芸術、劇場、池袋西口公園に併設されているバスターミナルに発着する。愛機バスの停留所は、雑司ガ水道付近に池袋駅西口、タクシープール付近に池袋駅西口が設置される。国際工業バス、関東バス、 東部バスウエスト東口乗り場西部バス関連の路線はグリーン大通りの東口号サロ付近の西部高速バス乗り場から発車する。券売所は乗り場前横の角を入ったところにある。国際工業関連の路線は明治通りバイパスの山田電機付近から発着している。括弧内は共同運行事業者。JR バス系の栃木、東北路線の高速バスでは 上り便の三島駅東口で校舎扱いをするものがあり、明治通りのビッグカメラ本店パソコン間付近に停車する。西口乗り場国際工業バス関連の路線は、東京芸術劇場前から発着する。括弧内は共同運行事業者。東京空港交通、国際工業バスの空港リムジンバスは、金目町通り上の91番乗り場から発着する。 ウィラーエクスプレス、平成エンタープライズ等の新高速乗り合いバスは、池袋西口公園前の4番乗り場から発車する。東日本旅客鉄道の特急列車の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。注釈出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。